今月5日、4人が死亡した工場火災で工場を管理するレックが爆発的に燃える直前の工場内を捉えた防犯カメラの映像を公開しました公開されたのは工場内の2階に設置された防犯カメラの映像です火が出る前、工場の中は照明がついておらずわずかに煙のようなものがカメラの前を漂いますその中を ライトを持った消防隊員か警察官とみられる人物が工場内を歩いていきます徐々に煙のようなものが増えてきているのをカメラは捉えていました鳴り響く火災報知器の音 この映像は午前2時4分20秒過ぎから5秒間だけ映っていて、映像から数分後の2時7分頃、ろ、1回で爆発的な炎症が起きたとみられています。この映像の隊員が誰なのかは分かっていませんが、火元を懸命に探していた姿が記録されています。 レックはきょうから独自の事故調査委員会を設置していて、有識者などを加え、火元の調査と爆発的な炎症を引き起こした原因、解明をしています。